リオン系は大韓航空機爆破事件の実行犯だった近畿機の日本人化教育係。北朝鮮による拉致被害者、政府認定の拉致被害者である日本人女性、田口八重子のかなと見られている。日本の警察が全国に指示を出して失踪者の洗い直しを行った他近畿機自身の証言などに基づき、1991年5月、 埼玉県警察は記者会見を開き、従来、リオン系として報道されてきた女性は、拉致被害者の田口八重子と見られることを発表した。田口八重子8月10日から1978年6月以降、消息不覚は北朝鮮による拉致被害者である。田口八重子は、1955年8月10日、埼玉県川口市に生まれた。7人兄弟の末っ子で、 長兄の飯塚茂雄とは17歳離れていた。戦前の飯塚家は東京にあり、川口へは戦後移り住んだ。八重子の母花は新潟県佐渡島の出身で調理師として働き、花が八重子を出産する時、定時制高校に通って働いていた修行愛を沸かすなどして出産を手伝ったという。幼い頃の八重子を最も可愛がったのは父親で、いつも八重子を 膝の上に乗せていたという。茂雄によれば、八重子は大変子供好きであった。また、小さい頃から芯が強く、どんなことにもくじけない、性格的には負けず嫌いで、何としても自分で生活を築いていくんだという強い意志があったと語っている。高等学校は中退したが、スポーツもやっていて、活発な女性であった。近畿期の回想によれば、 身長165センチぐらいのスラッとした背丈。目鼻立ちが大きくはっきりしており、西洋人的な雰囲気の持ち主でおしゃれな人だという印象を受けた。また、沢田賢治の大ファンだったという。1978年6月、八重子は高田のババのベビーホテルに2歳半の娘と1歳の息子を預けたまま失踪した。勤め先にも顔を出さなかった。子は、 生活能力のない別居中の夫との離婚を決意し、女で一つで二人の子供を育てるため、池袋のキャバレーで働いていた。彼女が勤め先をキャバレーに決めたのは、託児所幹部という求人広告のためだった。最初のうちは、その託児所に子供を預けていたが、深夜、仕事が終わってから寝ている子供を起こし、自宅アパートまで連れ帰るのが、かわいそうに思え、 ベビーホテルを利用するようになった。仕事を始める前、八重子は夫とのことや仕事のことなど兄の修行に何度も相談したという。ベビーホテルからの連絡は、まず仕事先に入り、仕事先から八重子の保証人となっていた兄、修行の元に入った。修行は、八重子と幼い子供たちが住んでいた新築のアパートを訪ねたが、家具や食器は普段のままで、 いつ帰ってきてもおかしくないような状態であったという。7月4日、茂雄は警察に捜索願いを出した。そして、八重子の残した借金や見払いの部屋代を肩代わりした。茂雄は、すぐに、八重子が戻ってくるだろうと考えて、八重子の二人の子供を一旦預かった。しかし、半年の間、何の手がかりもなかったので、親族会議を開き、その結果、八重子の長男、 孔一郎は茂雄が、娘は、八重子の姉が引き取ることとした。その後も茂雄が、警察から呼び出されることがあっても、何ら手がかりは得られなかった。失踪時に、八重子が働いていた店に、茂雄が出向いて聞いた話では、失踪する前、何人かの男たちがしばしば、八重子を訪れたという。後の警察の調べで、八重子の店の常連客の中に、宮本明を名乗る。 羽振りの良い人物がおり、この人物が北朝鮮の工作員を支援する在日朝鮮人の補助工作員、理系右だったことが判明した。なお、八重子失踪の時期は、福井県で、千村康史、浜本吹江拉致事件、新潟県で、蓮すいける、奥戸幸子ら拉致事件、鹿児島県で、市川周一、松本ルミコ拉致事件、新潟県佐渡島で、 ソガミヨシ、瞳拉致事件などの拉致事件が立て続きに起こった直前にあたる。ソウルオリンピックを翌年に控えた1987年11月29日、バグナット発ソウル行きの大艦航空機がビルマ沖上空で突然消息を立ち、乗員、乗客全員が行方不明となり、これが空中爆破による墜落であることが判明した。しかし、途中で、 ケイ地チアブダビ空港で日本人名義の旅券を所持する男女が降りたことが判明事件直後よりマークされた。二人は12月1日、バーレーン国際空港からローマに向け出国しようとしたところを拘束された。空港での事情聴取中、二人はタバコに仕込んであったカプセルで服毒自殺を図り、男性は死亡、女性の方は 意識を失った者の,の一命を取り留め、12月15日、ソウルに移送された。女性は、朝鮮労働党、中央委員会調査部所属、特殊工作員の金剣記であった。金剣記は、1981年7月から1983年3月に、かけて、リオン系と企業を共にし、1対1で、日本人化教育を受けたと証言した。 金剣記は訪日したことは一度もなかったにもかかわらず、日本人記者たちと自由に、日本語で会話できるだけの日本語能力を持っていた。金剣記はまた、1982年2月、酒に酔った、オン系より、以下のような話を聞いたと証言している。金正日同士の誕生日の晩餐に、日本人女性として、特別に招待されていったことがあります。 そこで私のように拉致されてきたらしい日本人夫婦に会いました。でもこのことは絶対に口外してはいけません。金剣記は田口が残された子供たちはどれほど寂しかっただろうかと話すときしばしば涙ぐんだと証言している。2002年9月日朝平壌宣言に先立つ小泉純一郎の包丁に際し北朝鮮は 田口と他の人々が拉致されたことを認めたが、田口は大観光空気爆破事件の1年以上前の1986年7月30日に死亡したと主張した。2002年10月15日に帰国した5人の拉致、被害者たちの証言によれば、リオン系は1984年頃には、ピョンヤン郊外の中和郡、ただたつ里にある日本人居住地で拉致被害者の横田めぐみ及び、 工作員、女性一名と同居していた。1986年に、平壌ン,ンへ転居し、10月には、千村ラ江と平壌市内の百貨店で会っている。ハスイカオルの証言によると、その後、田口は、敵来高地と呼ばれるところに行ったとされている。1987年11月の大開航空機爆破事件で、有罪判決を受けた、金県期の供述をもとに、 リオン系の似顔絵が作られ、同年から翌年にかけて、全国各地に昭和55年以前に行方不明になったこの女性を知りませんかというポスターが貼られた。その後、埼玉県警察警備部の調べにより、1991年、リオン系は行方不明だった田口八重子と同一人物であることが判明した。しかし、 彼女の家庭が複雑な事情を抱えており、まだ幼い子供のことを考慮して、家族より実名報道を差し控えてほしいとの要請があり、特定には時間を要した。警察庁からは二人の担当官がソウルへ行き、警察庁出身の日本大使館政治部員を同行させて、近畿機と面会し、田口を含む同年代の女性の顔写真十枚ほどの中から選ばせたところ、 金剣記は彼女の写真を選んだことで、リオン系が拉致被害者の田口八重子であることが確認された。なお、2009年3月11日、金剣記は田口八重子の親族と韓国の不産で面会している。千村吹恵の証言によれば、北朝鮮に拉致されていた際、田口は子供が日本にいるから返してほしいと訴えたという。また、工作員となって海外に渡り、 日本大使館に駆け込むことも計画していたが、北朝鮮側に工作員にはなれないと言われ、断念したとされている。北朝鮮側は、田口について、大阪府の中華料理店に勤務していた、調理師男性の原忠明と結婚したが、1986年に、原が病死すると、間もなく自動車事故で死亡したと説明している。しかし、北朝鮮側は、田口の遺体は、 洪水で流出したとしており、遺体の確認をしていない。また、リオン系なる人物の存在も否定している。田口の子供たちは、彼女の兄弟たちによって、日本で育てられた。彼女の息子の光一郎は、田口の長兄の飯塚茂雄夫妻によって育てられ、娘は、元夫との面会を禁じられた後、田口の姉に引き取られた。彼らが成人すると、飯塚茂夫は彼らに、 田口の子供たちであることを伝えた。2002年、兄のシゲオが北朝鮮による拉致被害者家族連絡会に参画し、横田恵の両親らと活動を共にするようになった。彼女の息子は東京の情報技術会社のエンジニアであり、2004年、北朝鮮による彼女の死の主張はナンセンスだと公に主張した。兄、シゲオは2008年、横田シルの後任として、 家族会の代表に就任した。2008年、飯塚光一郎は以下のように語っている。ちょうど30年前、母と引き離された時、私はまだ1歳と4ヶ月であった。だから、私は母のぬくもりも声も匂いも覚えていない。私たちは普通の家族に戻りたい。そして過去30年の間失われた時の一部を取り戻したい。金券期は2009年3月に、 田口の長男と面会した際、恩恵先生は生きていますよと発言している。光一郎は母が確かに生きているという証拠を受け取りました。私は私たちの救助活動に新たな希望を持っていますと語った。2011年10月、韓国の情報機関は数十人の韓国人と日本の拉致被害者が平安南道の大割に移されたと考えていると報告した。 このグループには、田口と彼女の2番目の夫が含まれていた可能性がある。2014年、田口の兄も誘拐について証言した。ありがとうございます。